皆さんこんにちは2019行政書士60時間超速マスター講座行政法第1回を始めていきます担当はレクセン任講師の横溝ですよろしくお願いしますはいえっ、ー、とまあおそらくこれご覧の方はね憲法民法をご覧になって行政法というところに突入されているのかなと思いますまあ場合によっては行政法から見てるよって方も まあ、いても全然不思議ではないということなんですけれど特に憲法からねこう順にご覧になってきた方は、まあ、本当にトータル60時間という非常に短い時間で一気にわっとお話しするような講座ではあるんだけれど、まあ、それにしてもやはり、えーね、短期間に忙しい中時間作って一生懸命見るというようなこと自体は、まあ、それはそれで大変だってことになるでしょうから。まあ、その意味で 大変なな中、ねえー、ししっっかりご覧にててきてるっていいるとうのはは、まあ、それは素晴らしいことだなと思うんですねだからあのここまでの努力というものを無駄にしないためにもより生かしていくためにもおまた行政法もしっかり、えー、最後まで見ていただいてあと個人情報が1個ありますけどそれもやっていただきあと民法の終わりなんかではねちょっとプラスアルファでこんな講座あ取ったらあよりいいですよなんて話をしましたあので、まあ、そちらもぜひ参考にしていただきながら。 引き続きですね11月10日の試験に向けて、えー、一緒に頑張っていくということにいたしましょうで、えっ、ー、と今回から行政法なんですね第1回の最初のユニットですので、えー、例によってですねまあ、ガイダンスですか科目のガイダンスというものですえっ、ー、と語学基本書のテキストの中ですと366ページから一応科目別ガイダンスと最初出題状況なんかがねずらっと載っているようなものが あるということにはなるんですが、ここですね、内容そのものはご自分で読んでおいていただければいいですし、それぞれのところでそれぞれのお話はするということになるのかなと思います。で、画面集の1ページの上のスライドのところなんですけれど、画面集1ページの上のスライドのところで、ですねまず最低限知っておかなきゃいけないことというので、 試験でどのくらいの数が出ているのかと言ったところでしょうね。そこはきちんと把握しといていただきたいということなんですね。で、試験的なことで言うと、卓一は40代、民法は40問中、9問で憲法が5問でしたが、行政法が19問ともう半分弱はあ行政法で占めてるということになるんですね。 1>, でえーまあ、1問4点ですから76点満点になりますけど行政法だけだったら合格ラインはというところで、えー、見るとですねやはり16問前後というところを一つのこれは目標ラインとして、えー、設定していただきたいというところではありますね目標ライン16問前後というそういう話ですそれから他支選択のところなんだけれど他支選択に関しては憲法で1問出ていますが あ行政法のところで,です、ねえー、2台出てくるということになっているんですね。だから、多、ま、子、あ、選択は3台で、憲法まで含めて3台で、やはり、えー、18点以上取れるといいかなという、そういうような目論見みで動いてください。できれば20点以上取ってほしいということ、空欄2個ですから。だかからら空欄の数からすれば問で、えー 12個空欄があるんでそのうちの9個以上は埋めたいというところでしょうねそれから記述に関しては1問12点平均で、えー、3台出て、えー、36点ぐらい取れてたらもう完璧ってそういうイメージだと思いますあの実際出題数3分の1となっててあと2問が民法だっていうね話だったわけですねあの行政法だけでの出題数それから配点ですか 配点も112点と非常にでかいということになりますので、まあ、そこの配点をしっかりですね取りこぼしなく合格者が取れるものは取っていくということができると非常に大きいということになりますよね、やはりそこの点数がいつまでもこう安定しないとですね全体の点数も安定してこないのでやはりなかなか合格ラインに乗らないというのは実際上あると思います。で えと画面集の、ね、1ページの下のところは、これは、まあ、あ合格講座用のって話になってしまいますけれど、ただ合格講座用のという話ではあるけれど、例えば、あここのですね、まあ、これはね、だから合格講座の人には復習ドリルというのがあるのでって話なんで、あので、ー、あなたには関係ないんですよ。で、あなたに関係するのは、ここの後ろの内容なんだけど、まずは、えー、今回ですね、ぜひ復習の際には、 ままあまあ授業中見れるものは見るけれどやはり時間に限りがあるのでそこは復習の際にこの指摘された過去問のですね内容を選択肢単位できちんと読み込むっていうようなことをやっていただけるといいかなどんなものがどういう形で出ていてだからテキストにどう載ってるのかってそこをねきちんと把握していくっていうのがとても重要ってことになります。 まあ科目別じゃないやあの過去問徹底解析講座と科目別じゃなくて過去問徹底解析講座というのが、まあ、別売であるんだけどこれはどうかな皆さんの場合はお時間があまりなければね、えーまあ、ご自分でしっかりやるということで、えー、代替するというふうに考えていただいた方がいいかもしれませんそれから直前期も過去問ベースに知識の精度を高めるんだこれもすごい大事なことで皆さんの場合は この講義ねあなたの場合はこの講義を受けたらすぐ直前期なんですよ、だからこの講座を受けて即直前期というところで、えー、最終調整に入らなきゃいけないという話になるんですね、その時にやらなければいけないことというかやってほしいことというのがやはりあの知識の精度をとにかく上げていくということですね、まあ、行政法は本当に知ってるか知ってないかの勝負というような分野が非常に多いです。 ですから、そこの知ってるか知ってないかの勝負というふうな扱いになるところをいかに取りこぼさずにきちんと取っていくか知っていできるところをきちんと取っていくということがどれだけ正確にできているかってそこが一番大きいですということになると思いますそして行政法16点アップ道場というものを活用しましょうということも合わせてお話ししておきます、まあ、こちらは あ直前期にですね、えー、行われる、まあ、非常に受験生の中でも有名な道場の一つだったりしますので、まあ、こちらはあですね民法の時はできればなんて言い方をしてたけど、まあ、これはしっかり取っていただいてで、えー、と最終的な知識の詰めをがっちりやって、えー、16問取れるように、ねえー、していくという努力をぜひ、えー、積み重ねていっていただけるといいのかなということなんですね。 はいそしてまあその他の話というのであればまあ行政法っていうとねどんなジャンルの内容が中に含まれているんですかということなんですけれどまあ,あのここにね出題傾向というのが書いてあるからままあまあそこでね、えー、まとめてお話ししちゃいましょうか。あのの行政法とは以下の文章が 368ページからずらーっと並んでたりするけれど、まあ、そういったところは後でねご自分で読んでもらえればそれで十分って話になるのであの行政法総論から科目の特性ですねで行政法総論というのは、まあ、どちらかというと理論的な話が多いんですね。でもしくは組織の内容など単純なあ知識が問われるところもありますけれどやはり行政側がですね私たちに対して どのような形例えば私たちの権利を制限したり義務を課したりっていうようなところが一番こうアプローチされて私たちが嫌だなと思うような典型的な場面っていうことになってくるんだけれどでもやはり一定の目的を達成するっていう意味で例えば社会の安全を守るとか、ね、国民の健康を守るとかそういう理由であまあですね 権利をを制限しししたたりり義務を課したりっててことがどうしても必要になる場面があるその時に最低限こういうルールはきちんと守っとかなきゃいけないんだっていうその各分野のところで具体的な内容で発動される具体的なアクションではなくその具体的な個別のアクションを支える理論みたいなものを 勉強すするとということなんですねお巡りさんが私たちに何か言ってくる時も税務署の人が何か言ってくる時も市役所の人が何か言ってくる時も都道府県庁の人が言ってくる時も国家公務員側が言ってくる時もいずれも何か共通のルールみたいなものがその言ってくる内容によってあるはずだと。それによって私たちの基本的人権を侵害しない必要最低限の制約っていうもので 目的を達成していくっていうことが実現されてなければいけないはずだ。そこの共通ルールみたいなものを見ていこうっていうのが行政法送論って言われるものだったりするんです。だからちょっと理屈が非常に重要になってきて、まあ理解が求められる科目ってそんなイメージになるかな。理解重視ということになりますか。かちょっとね、時間かかりますね、勉強するのにね。一方で手続き法です。ここはもう条文です。 条文です。もう条文クイズです。でも何だろうな早押しクイズみたいな感覚で問題を解けるようになっておいていただくといいそのことは不服審査法もそうですねここも基本的にはクイズですですから過去に出ている内容をきちんと見て問われやすいことをしっかり答えられるようにしていく行政事件訴訟法はここは条文と それから判例ですね最高裁判所の判決の内容が問われますまあ、やや理解も必要にはなってくるということなのでまあ、ここを理解も要求されるという意味では行政法送論と同じようにやや勉強するのに時間かかる分野ですまそれだけ重要だということになりますそれから国家賠償損失保証、はい、ここまで来ると判例クイズですね まあ一部条文もあるけど判例の知識が問われるということで、えー、きちんとどんなものが出てくるかを分かってりゃそれでいいよ。自治法自治法もこれはまあクイズですね。ただ範囲が広いっていうのがありますのでまあやはりクイズではあるんだけれど少ない単位少ない範囲のものを集中的に勉強するってそういう感じではないのよ。だここのクイズの内容というのはやはり範囲がちょっと広いぞっていうことが。 ありまますすすししなのでややね苦苦労労る人は苦労しますただ自治法がしっかりできるかどうかっていうのは非常に、えー、全体の得点を左右する大きなポイントになってきますのでこの地方自治法っていう分野はですね勉強する時にはあ行政放送論行政事件訴訟法と並んでね、えー、この地方自治法という分野は重視をして時間をかけて勉強してほしい。それ以外の分野はまあ 効率よく本試験の問題などを参考にしながらどこをどう思い出せるようになっていったらいいのかってところを意識して勉強する、まあ、そんなイメージで、えー、ぜひですね分野ごとにアプローチの仕方少し使いながらあー言っていただけるといいんじゃないかなということなんですねはい、えー、それではこのユニットは以上です一旦ここでブレイクタイムをとっておきましょう はい、えー、それではユニット2ですね、えー、こちらに入っていきたいと思います。最初、まず行政放送論からお話をしていくことになるんですが、はい、一番最初のところでは、あ一番、行政放送論の創設という分野ですね、えー、374ページのところからスタートする分野についてお話をしていきましょう。 あの行政法ってどういうもんですかっていうような話などをですね、えー、見ていくところということになるんですけれどはい、えー、行政法と呼ばれるような科目あのまずね知っておいてほしいのは行政法というのはあこれは学問の名前というふうに言ったらいいのかなあのそういう名前の法律があるわけではなくてそういう名前の法律があるわけではないです。あくまで 一定のある分野で適用されることになるさまざまなルールを総称して行政法というふうに呼んでるんだってそんな話だと思ってくださいあのどんな分野で出てくるものが行政法と呼ばれるのかというのは例えば画面集のですね2ページの上のスライドなどを見ていただくと良いかなと思いますが何かこうやってお店を開きたいなと思うような場合ね えー、こんな時にも私たちの行政の間でいろいろな法律上の問題が発生するということになるんです。で上の2つっていうのはここは言ってみればまあ民法で事足りるような世界だったりはしますのでまあ、民法の話がねいろいろと出てくる賃貸借とか売買とかねってあるんでしょうけれどやはりこうやって動物を扱うようなお店であるとか飲食物を扱うお店ってことになると。 どうしても役所に必要な申請をするっていうような話が出てきますね、これはあの役所の側でいろいろな目的でいろいろな規制をかけてるので、それをきちんと対応してますよっていうことは、まあ、役所側に手続きを取らなきゃいけない、まさにこの分野が行政法って言われるようなジャンルに該当してくる。 お話たちだとということになるんですお店開くなら営業許可の申請をして営業許可を保健所からもらわなきゃいけないとかさ動物取扱業の登録が必要だとか看板一つ出すんだっていろいろな許認可がそこに絡んでくるんだよっていうようなことをぜひ知っておいていただきたいってそういう話になりますかね。あのー、下のスライドで行政法の活躍する場面とはっていうのもちょっと挙げておきました。 まあ民法を勉強してた方は民法っていうのはあくまでもその契約内容はね当事者が自由にえ個人と個人の合意で決めていくっていうような世界なんですね。だから民法はその当事者の合意を支える最低限のルールを置いている。特に債権分野なんかだともう合意でいくらでも変えられますよって話になるっていう、そういったものだったりするじゃない。で、一方で 国家と個人の場合の内容ということになるんですけれどここね国家権力、まあ、あの地方公共団体なんかも含めたいわゆる行政権力と私たちとの関係を一番支えてくれてるのは実は憲法なんですよね。憲法はこれは「職業選択の自由なんていう形で理想を解いていくんだ」これが、まあ、理想論だということになるんでしょうね。 まあ理想はそうだという話なんだろうけれどやはり職業選択の自由という理想をそのまま貫いてしまうとうーん食中毒になるような不衛生な環境でお店をやる人も出てきちゃうかもしれないしいろいろと問題が起こる危険性は大きいぼったくりようなお店出てくるかもしれないしねっ。 ということを考えたときに、しっかりそこは、例えば衛生環境について最低限の基準は満たしてなさいよということを行政側がチェックして、それ合格したところだけしかお店は開けません、結局、営業許可というような仕組みを作ることで、一定程度、この職業選択の自由に対して制限をかけるということが行われているわけですよ。ね でこの制約はどういうものであれば許されるんだろうかやはり何でもね何やってもいいみたいな状態になるのはまずいじゃない何かのルールできちんとこ,れこの制約が正当化できないといけないんじゃないだろうか例えばこういう場面で正当化されるためにはこの営業許可のシステムは一体どんなあ要件を満たしていればいいんだろうかあどういうような内容になっていればいいんだろうか。 ね、営業許可が必要な場面って世の中にいっぱいあるから、まあ、その営業許可は、まあ、全てやはり職業選択の自由のところに大きな制約を加えるものだったりはするわけですでその制約の正当化っていうのはどういう理屈で成り立つんだろうかその理屈の部分を引っ張り出して学問として整理したっていうのが、まあ、行政放送論って言われる分野なんだってことになるんですね。 で一つの理屈として、えー、とても重要だと思われるものっていうのが、まあ、これがテキストの374ページの四角二番に出てくるけど法律による行政の原理って言われるものだったりするんですよ。でこの法律による行政の原理って言われるようなもので、まあ、行政活動はあ国会の制定する法律の定めるところにより法律に従って行われなければならないという原則ね。 だからきちんと国民の代表者である国会で作った法律の内容にのっとって動かないとおこの行政側がですねいろいろとこう制約をかけるというようなことがまず正当化できないんだということなんですね特にこうやって私たちの自由を制限するような場面においては375ページの表の中の法律の留保という項目なんですけれどはい一定の行政活動には 根拠となる法律の存在が必要だとういうふうに考えていく、でその法律の流方というのは、一体、えー、どういう場面で、えー、法律の根拠を要求するものか、これ、いろんな考え方が中にあったりするんだけれど、えー、星印3番でね、側中のところに上がってますけれど、一般的にはこう考えるんですね。えー、2行目から国民の権権利自由を権力的に制限侵害するような 行政活動に限り法律の根拠を要するだからあのサービスを提供するとかっていうような行政活動も当然あるわけで、まあ、住民がですね利用できるような施設を提供するとかそういった時に法律の根拠が必ずなければいけないというわけではないけれどやはり私たちの権利を制限したり義務を課すっていうようなそういった行政活動が行われる場合には これれは絶対法律の根拠がななけけばいけないんだ侵害流法説なんてていう,ふうに言っていきます。あの「権力的」っていうのはこれは「権力的」って言葉は「一方的」って言葉と同じ意味だと思ってください。「権力的」っていうのは「一方的」っていう言葉と同じ意味だよということも併せてね知っておいていただいたらいいのかなということなんですね。 まあ、法律による行政の原理はほとんど試験には出ないので、まあ、今言ったようなことが分かっておいていただいたらいいかなということではあるんです。で、こうやって私たちと行政の間での何か法律関係で一番ね、問題になりやすいのは、まあ、画面集の3ページの上のスライドのところにも上がってたりはするんですけれど、この行政作用法って言われるね、この分野なんでしょうね。この分野については 行政側が私たちにいろんなことを言ってくる時にそれの直接の根拠になるところはやっぱり法律がないいとまずいよね例えばこれ下のスライドのところではあ警察官職務執行法2条1項なんていうのを例に挙げてみたんだけれどこれね職務質問の根拠条文なんですよだから職務質問はどんな場合にできるのかってことが書いてある条文なのね。 こういうよういよな感じで、やはり職務質問というのは私たちの行動の自由を制限するもんじゃない夜中、ね、どういう形で歩いていようが人の勝手じゃないかそこで何か犯罪に絡んでる動きをしてるんじゃないかなんなんだろうかということで、えー、止められて話を聞いてくるということをおマりさんはやってくるわけですよ。それランダムにできる特に法律のルールがなくできるって話になっちゃうと 最終的には私たちの人権を侵害するっていう活動につながりかねないですからどういう場合にできるのかっていうのは明確に法律で決めておくこれがまさに法律の留保とかそれからまあもっと言えば法律による行政の原理とかっていう考え方から出てきている条文だってことになるんでしょうね。まあ、根拠規範ってて書いてあるのは その権限を行使する根拠になるルールっていうそういうイメージの言葉なんですけれどその場面でやはりね法律による行政の原理っていうのは強く求められるし職務質問というのはまさに私たちの行動の自由を制約するもんだからそういう制約をするような活動には絶対法律の根拠がないとねこれは先ほど言った侵害留保説っていう考え方からも求められるものだということになるんだってそんな話なんですね。 はい、えー、といととうことでまずはあ、まあ、行政放送論の出だしのところでねどんな話がその行政法総論の中で出てくるのかということをちょっと触れてみましたあの実は行政作用法と言われるのが、まあ、この行政法総論のメイン論点になるんだけれど、まあ、それ以外でというのであれば行政組織法と言われてこれは組織立ての基本的な枠組みをやはり、えー、きちんと法律で定めておくというようなジャンルにあたるもの。 それから行政救済法といってですね行政側が一方的に私たちの権利を制限したり義務を課してきたりするといったところに関してそれの救済を求めて戦っていくということですね、まあ、それは賠償を求めるという形もあるだろうし何らかの形で不服を申し立てるとか裁判を起こすというのもあるでしょう。 そういさまざまな活動についての根拠条文、これはいずれも試験で勉強するとっても大事なルールというので、さっきね名前が出てきてましたけれど、こういったようなところが行政救済法というふうに呼ばれるものだという話になるんですね。はいというので、まずは本当にイントロダクションででです行政法総論創設というお話をししててきてみましたそれでは一旦ここでブレイイクタイムです。 はいえー、それではユニット3ですね、えー、続けて見ていきましょうまあ、ページとしては先ほどの続きというような感じで375ページの四角三番のところをですね、えー、取り上げていくということになります行政法の一般原則と言われるようなテーマのお話なんですねで行政法の世界でまあ、特に行政作用法の世界でね えー、私たちのところに行政側がいろんなアプローチをしてくるにあたってですねどんな一般ルールがまず適用されていくのかっていうところを見ていくってそんな話ですで3の括弧1はままあまあいいね適正手続きの原則もちろん手続きは適正でなければいけないというのはこれはあ憲法でもね、えー、勉強した話ということになりますか。憲法のところ ですと、えー、56ページ57ページ特に57ページで成田新法事件というのをやったんですけどそこのお話にこれは関連するものということになりますねそれから審議誠実の原則これが実は一番重要ですまあその他あの、ねえー、権限乱用の禁止とかあそれから比例原則平等原則ってありますが やはりなんだかんだ言ってこの審議・誠実の原則のところが一番その判例があるという分野ではあるのでやははりり番重要かななとということにはなりますねで中身そのものは民法と一緒でお互いの信頼関係を守っていこうっていうような原則が適用されることがあるってそういうお話なんですね。 その中身そのものでどんな判例があるかは代表的なもの、この後を取り上げたいと思いますが先にえその他の原則の説明もしちゃいます権限乱用の禁止も文字通り権限は乱用してはいけないってそういう話ですねそれから比例原則はい、比例原則と言われるのはまあ2行目不必要な規制や過剰な規制を禁止っていうような発想ですまあ権利を制限したり義務を課すって話をするときに 目的達成どういう目的達成したいのかって話と照らし合わせた時にね照らし合わせた時にあまりにもその内容の達成目的の達成のために過剰な規制を課すってことになると私たちの権利をですね不当に侵害するって話になりかねないのでそこはもう必要最小限の権利制限で 目的は達成できるようにしていくべきだ達成したい目的と制約手段がきちんとバランスが取れていることを求めるのを比例原則って言ってて言きますそれから平等原則は文字通り平等原則と言われるものですね不平等に扱っちゃダメだよっていうのがまあ平等原則だということだと思ってくださいそこはまあそうだろうねって話でしかないので、えー あんまりそれ以上言うことはないかなあまりこのあたりの過去問番号は気にしなくていいです。無視しといて構いません。はい、そして、えー、審議誠実の原則ですね。あの、実際どんなものが本試験で出ているんですかというところを見ておきたいなという話ではあるんですけれど、やはりまあ、全部の問題をね、全部見るというのは、ちょっとなかなか あ大変だということになってしまいますので、まあ、あのいくつかピックアップしてお話をするということにしましょうか、でその中でピックアップするとすれば、ですねこれは2012年の8番という、この問題ですね、でこの問題が一問丸々、実は審議則についての判例知識を聞いてきた問題なんですね、ウォーク問141番。 です他はちょっと今回は括弧に入れておくけれど、この141番ね、2012年の8番というのは、あこれはあ目を通しておく価値がある問題ということになるかな、で中でも選択肢として、ですね必ず見ておいてほしいということをお願いしたいものというのが、えー、選択肢3なんですよ。選択肢3です 選択肢三番のところはやはりしっかりと目を通しておいてほしいということになるんですね。で、その選択肢三番では移してみます。こちらです。はい、課税処分において審議則の法理の適用により当該課税処分が違法なものとして取り消されるのは租税法規の適用における納税者間の平等公平という要請を犠牲にしてもなお。 当該課税処分に係る課税を免れしめて、納税者の信頼を保護しなければ正義に反すると言えるような特別の事情が損する場合に限られるというので、課税処分において税金払いなさいという処分において、審議則というものが適用できるんだろうか、あつまり税務署長とのですね、納税者との間の信頼関係に基づいて、ある人だけ特別扱いするみたいなことが認められるんだろうかということを 問題にした判例のその一節、これを抜いてきたものということになりますね。で、実際この判例が一体どういうもんだったのかっていうのを簡単に紹介しておきましょう。えー、と、画面集の四ページの下のスライドのところに掲載されているのがそれです。で、画面集四ページの下のところなんですけどね。昭和六十二年十月三十日の判例。こちらを紹介しておきたいと思います。 えっと、北九州で酒屋さんをやってるっていうそういうようなご兄弟がいました個人経営の酒屋さんだったのでお兄さん名義で、えー、どうやらあその酒屋さんは開かれていてだからねあの納税する時なんかには 誰がそこの経営者なんですかってことはきちっと税務署に届け出なければいけないけれどそれはお兄ちゃんだったんですねお兄ちゃん名義で届け出がなされていてで、まあ、そういった事業をやってるような方は1年間の収入から必要経費を引いてね確定申告なんて感じで所得税を申告して納税するっていう仕組みに今もなってますね。 ま行政書士なんかでももちろん行政書士さんやるんであれば当然それは確定申告というのは避けて通れないということになってくるんですがその時に優遇してもらえるようないろいろなです、ね、措置が認められるような申告の仕方を青色申告っって言ってきますこの青色申告にするためには税務署に申告の承認申請というのをしなきゃいけないんですね。 でお兄さん名義での承認申請があったので、まあ、お兄さん名義で確定申告する分には、青色申告という、まあ、あの税金が多少安くなるというような申告の仕方なんですけど、まあ、その分、いろんな書類揃えなきゃいけないとかね、ちょっと面倒くさいところもあるけれど、でも、やはり青色申告にしておけば、基本、納、えー、税をするときに有利だということになるんですよ。 青色申告の反対を白色申告って言ってこっちの方が払う税金はどうしても多くなるっていうその分申告の手続きは楽なんだけど楽する分税金いっぱい払うかちょっと苦労してでも税金をおー、ね、少なく払うようなあ特例をです、ね、認めてもらえるかっていうところで両者手続きが違うと思ってください。 で弟さんがもともと税務署に勤めてた人だったものですから結局お兄ちゃん名義で青色申告をの書類をですねいろいろ作って出してあげてたんです結構長いことでねこの後半の方でお兄ちゃんアル中になっちゃったんですよ酒屋のご主人なのにで酒屋のご主人なのにアル中になっちゃったんで71年から75年は弟名義で完全に青色申告をするようになっちゃったんですただ問題はここは申請はしてないんですよ あくまでも青色申告ができるのはお兄さん名義での承認申請があっただけなんですけれど弟が勝手にもう弟名義で申告をするってことをやってそれがですね間違えて受け付けられたみたいなんですね。本来は白色申告でいかなきゃいけないのに手続きがないまま青色申告というのがずっと受け付けられてたでそれを指摘されたのが76年なんですよ。 1976年にじゃあって言うんで青色申告の承認申請をしで、これは承認を受けてるんで、こっから先は問題ないんです、問題はここの5年間ですね、ここの5年間は本来白色申告でいかなきゃいけなかったんじゃないか、あのーね、少し税金を不当に浮かせてましたねというので、ペナルティの税金払いなさいっていうような処分を受けてしまった。 まあ実はお兄ちゃん七十二年にはもう亡くなってたんで、えー、まあねその前あたりからもうちょっとお店の経営にタッチできるような状態ではなかったのかもしれません。弟さんとしてはいや五年も受け付けておいてひどいじゃないかということなんですね。まあ青色申告の用紙を送ってきてくれていて実際にちゃんと受理していたんだから、私は青色申告の承認申請はしてないけど特別にこれは。 私は青色申告をすることが認められているというふうに考えてもいいはずなんだと信頼関係があるじゃないかってことを訴えたのでこれ審議則の判例とということになってますで先ほどの問題なんだけどそれに対する最高裁の答えというのがですね、えー、課税処分においては審議則の適用というのは 課税処分が違法なものとしてそれで取り消されることになるという場合ですね、えー、かなり特別な事情がある場合でないと審議則の法理の適用は認めるべきではないんだということを言ったんですで一番大事なのはやはり租税法規の適用における納税者間の平等公平という要請なんだとだから 課税処分においてはまず最初に求められる一般原則っていうのは実は審議則ではなくてむしろこの5番の平等原則なんだ、ね、でかなりその信頼関係を守らなければいけないような特別な事情がある時だけ審議則をその特定の納税者との関係で適用を認めて特別扱いを許すということはできなくはないけれど。 まあ今回はそのような場面にも当たらないというので結局弟さんの主張は通らななかったとということなんですねだから税金の世界は平等原則がまず問題になるんだみんな平等にやはり同じような手続きできちんと公正に税金を取っていくということが一番強く求められるんであって税金の世界での審議則を主張する納税者っていうのは自分だけ特別扱いしろって言ってるようなもんですから。 それを認めるというのは、よほどの事情がなければなかなか難しいって、そういうお話なんですね。もう一個見てみようか。えー、っとですね、えー、もう一つう見てみたいと思いますが、えっ、ー、と、そうだ、この2012年の問題ではなくてね、えー、もう一つうちょっと取り上げてみたいという判例がありますので、まあ、そちらをですね、えー、紹介するということにしましょうか確か。 えーとウォークモンだと169番というところに、えー、出てくるような話なんですが169番の選択肢32013年9番の選択肢3なんですね。でその中見ますとウォークモン169番ね。えー、行政主体が一一方的的かつ統一的な取り扱いのに 国民の重要な権利の行使を違法に妨げた結果行政主体に対する債権を消滅事項にかからせた場合行政主体の側が消滅事項の主張をすることは許されないということが書かれていますこれ主張することが許されないのは審議則違反だからだということを言ってたんですけれど2013年の9番というので、えー、さっきカッコに入れちゃったけどこれだね2013年の9番ウォークモン169番これの「 やはり選択肢3というのをですね、えー、取り上げてみましょう、はい、こちらが画面集の5ページの上のスライドに出てくるものですねこちらです平成19年の判例なんですがあの被爆者へのの健康管理手当の受給資格に関すする問題で,すで被爆者だから広島で原爆の被害を受けた人でこの人が健康管理手当の受給資格をめぐって争ったんですね。というのは あ1974年の段階で、まあ、国からある通達が出てましたそれというのが海外に移住したら受給できなくなるっていうそういうような通達が出ててそれに従って窓窓口口広島県でで業務が行われていたようですで今回裁判を起こした人はまあ1995年にですね、えー、それまでずっとブラジルに行ってたんだけど日本に帰ってきてこの受給の申請をして。 その支給開始が決まった後まもなくまたブラジルに帰ってるんですね結果翌月には6月分は出たらしいけど7月にはもう支給打ち切りとこの,あの通達があるからね支給打ち切りってことになったんですで納得できなくて何度も何度も窓口に手続きお願いしたんだけど取り合ってもらえなくてでしばらく諦めてたんですが2002年に、えー、訴えを起こすということになりましたで翌年には実は通達が廃止されてるんですよ ということもあったので、まあ、そういう話もあったんで、あらかじめ訴えを起こしてた。で、訴えを起こしてたんだけど、結局、広島県は、支給月から5年経ったものの支給を拒否してきたっていう、そういう話なんですね。この5年というのが、下のスライドに書いてありますが、消滅事項と言ってですね、まあ、あの民法で勉強した消滅事項です。5年なんですよ、あの自治体の場合は。 だから住民の方が広島県にお金を請求する権利を持っている場合時効は5年なんですね。ということになるとあのこれ訴えを起こした段階を基準に考えるとすればすで、まあ、にこの95年の7月以降の支給を求めているわけですからもう5年以上経ってる部分があるわねそこは払いたくないとなぜならば5年の消滅事項が完成してるからってことを言ってきたんだけど。 もともとなんで2002年まで裁判を起こすのがずれたかといえばずっと広島県が違法なあ通達に従って違法な事務処理をしてきていたからだとでそれで拉致が開かなくて結局途中で諦めてたっていうそういう話じゃないねだから違法な通達に従って違法な事務処理をしていた広島県側が「いやいやあんたたちがね権利の不行使を」 権利を行使してないから時効で消滅したんだみたいなことを後々言い出すっていうのは、それはやっぱり審議則に反し許されませんってそういう話です。この19件持ってた人がなんで2002年に訴えるまでそこまでね具体的に訴えるってことをしなかったのか、それは窓口業務で拉致が開かないっていうので一部一時諦めざるを得ない状態に追い込まれたからです。窓口は違法な通達に従って違法な事務処理をしていたんです。 その違法な事務処理をしていた側が、のうのうとね、のうのうとっていうか、ぬけぬけと、いやお前が権利行使してこないからさ、もう今ね、しょうがないから、今回は2002年、訴えを起こした段階で、まあ、それから5年以内のものは払ってあげるけど、5年より前のものは、もう時効が完成してるから払いませんみたいなことをね、どの口が言ってんだっていう、そういう話ですよ。もう冗談じゃゃないよと、ちゃんと全部払え っていうことを最高裁が命じたっていう、まあそんな判断なんですね。えまさにえそのような消滅実行の主張することは許しませんというのがこの選択肢3番に出ている内容だ。この内容とこの判例っていうのをぜひドッキングさせておいていただけるといいのかなということですね。はい、えー、それでは今回のユニットはここまでです。じゃあブレイクタイムに入りましょう。